稲という名前は子供の頃から知っていました。それはこのお方のおかげです。歌でご紹介しましょう。かげかやのぎかかんたろうさんか、いなわなあなたにいとひくけむり。かんたろうがけつまずくといけないので、このあたりでやめますが、この歌は戦後九州の片田舎でも歌われました。私は音痴なのであまり歌いませんでしたが、隣のあんちゃんなんかカッパ代わりに風呂敷など持ち出して歌ってました。しかし勘太郎に惹かれてこのビデオを作成したわけではありません。実は私をこの稲地に誘ってくれた人物がいるのですが、その人のことはちょっと後にして、今少し稲地を見て回ることにいたしましょう。稲地はご存知、長野県南部にあります。辰野あたりから天領にかけての約 60km であります。東は赤石山脈、通称南アルプスとも言われ、山梨、静岡と境を接しています。千畳岳、北岳、愛の岳、潮見岳、赤石岳と 3000m 以上の山々が13もあります。年の半分以上は頂が白く雪をかぶっており、富士山に次いで日本で2番目に高い山もここにあります。西は木曽山脈で中央アルプスとも言われます。こちらには 3000m 以上の山はありませんが、 2900m クラスの山々が連なっております。隆起したのは50万年前と言われ、北京原人と同じ頃であります。宝剣岳です。2931m あります。しかし 2600m まではロープウェイで行けます。宝剣岳駅に着くと前にお花畑が広がります。千畳敷です。千畳敷は2万年ぐらい前の氷河期に宝剣岳の斜面が削られ、いわゆるカール状地形になったところで、夏の短期間だけ高山植物が花をつけます。日本アルプスにはあちこちにカールがあります。やや大型の植物です。古梅ケイソウは数年に一度カール面に広く花を咲かせ圧巻だそうです。今年は半分ぐらいでした。彼女は88というものですから、何だろうと思ったら蜂が寄ってくるから早く取れということでした。はいはい、わかりました。急峻なアルプスの山系に降った雪や雨は一気に天竜川に向かって流れ下ります。天竜川の川沿いは河岸段丘になっておりますが、その河岸段丘にできた町が北から稲、駒ヶ根、飯田であります。飯田市にはちょっと有名なのに一田柿というのがあります。粒は小粒ですが味はよく、10月から11月にかけて産地に行くとたくさんの家で柿を吊るしています。その後、関東関西に広く出荷されます。飯田市に宮崎君という私の親友がおります。私は親友であると同時に彼を尊敬しております。なぜかというと、彼はホラとハッタリが天才的なのです。私がそう言うと、根も葉もないことは言ったことがないとあまり機嫌が良くありませんが、その事実と夢の間が我々には分からなくて、つい引っ込まれてしまうわけであります。彼は
九州の片田舎というか、私の隣町の出身です。満州から引き上げてきました。年は同じですが、1年落として編入しました。豪放来楽で高校の寮で同室になり、異彩を感じていました。彼の方も好意があったと思います。もっとも私がたまに帰省して持って帰ってくる不可思議芋に興味があったのかもしれませんがね。大学も同じ大学で、なんでだか今度は同級生になりました。卒業してしばらくは勤めていましたが、一念発起独立して段ボール会社を設立し、自ら社長になったわけであります。そして飯田でも一流の企業に育て上げたわけです。もっとも本人に言わせると長野でも一流だそうです。本人の資質もさることながら、努力、そして奥さんの内助の功の賜物だと思います。 5,6 年前に家を新築しました。おう、家を新築したから見に来ないか。お前のボロ家なぞ俺のガレージに入るぞと自慢します。何に使うのか、ガレージは広いです。飯田市には古い桜がたくさんあります。徳川初期の殿様が植えさせたようです。ところで、私が次のビデオを何を撮ろうかなとつぶやいたところ、おう、俺を撮れと胸を張ります。どうしようかなとしばらく考えていましたが、面白いかもしれないと勘太郎から始めたわけであります。ところが、始めようかなと思ったら本人の持病が悪化し、入院して手術することになりました。もう1年以上病院の中です。初めはお見舞いにも行きましたが、来てくれるなと言います。社長のイメージが壊れるのを心配するのですかね。仕方ないからこれでも撮りますか。とにかく早く良くなって出てきてください。戦争も戦後の荒波もくぐり抜けてきた命じゃないですか。もう少しは生きていてもいいでしょう。そして元気になって、以前のように自慢したければ自慢するがいい、威張りたければ威張ったっていい、浮気したければ、あ、それはいけません。